その力、マルドギールの真の姿の前でも通用すると思っているのかね。400年ぶりに END が目覚めるのだ。マルドギールも目を覚まそうではないか。我が名はマルドギール・タルタロス、冥府の王にして絶対の悪魔。夏、ああ、分かってる。フェアリーテイルの名にかけてお前を倒す。来い人間ど、これが最後の戦いだ。悪魔に背いた人間の末路、見せてやろう。エア・ユグドラシル、これがタルタロスの向こう側の世界、ドラゴンフォース。これがタルタロスの向こう側の世界。エア・ユグドラシル。天竜の逆撃。アイスメイク、コーンのエクスファイバー。アイスメイク、フロア。カリューのキャッカー。カリューの粘着戦。イバラ、これがタルタロスの向こう側の世界。エア・ユグドラシル。楽しませてもらった人間の魔導士。その昔、一なる魔法により魔法は誕生した。やがて魔法は多種多様の系統へと発展していった。その歴史の中で END は魔法の新たな可能性を見出した。呪法、その力
の源は呪い、恨み、妬み、憎しみ、そのすべての負の感情が力となる。生命の本質に基づいた力。くだらねえな。だったら魔法は未来を作る。魔法に未来はない。呪法こそが全てにおいて上位の力。地、煉獄へ。これぞゼレフを滅するために編み出した究極の呪法、死の記憶、メメントモリ。不死なるゼレフを殺すには生と死という概念ごと破壊する。この呪法を受けた者には生も死もない。ただ消滅する。永遠に無となれ。完成したぞ、究極の呪法メメントモリ。あとは END が復活すればあなたゼレフを破壊できる。バカな、半身が悪魔化しているシルバーの力か。我が究極の呪法を防いだというのか。未来を作るために俺にできることは奴を信じることだ。人間ごときにグラーイ。削り取ってやろう、貴様らの感情までも。これを使います。これを使う。シャドウレイ。遅れてごめんなさい。ルーシー、謝るとこじゃねえ。うん、あいつを倒すんだ、みんなの力で。今さら精霊魔導士が一人増えたところで何ができる。バカにすんな、ルーシーは強えぞ。守ります。開け四地球の扉、レオ。愛が精霊を強くする。レグルスインパクト。守る、守るぞ。守る。イバラ、これがタルタロスの向こう側の世界。冥府に咲く監獄の花。守ります。
これを使うわ。ありがとう。これがタルタロスの向こう側の世界。守る。守ります。開け、バタスキューの扉カプリコーン。あー、天竜の発明、茨、茨の園。茨の園。守るぞ。守る、守る。これを使うわ。ガリューの優しい気持ち。任せろ、行くぜ。エリューの斬撃。白竜の音。タルタロスの向こう側の世界。茨の園。冥府に咲く監獄の花。オーリーレイ。
ルトギールが。これを使います。ありがとう。これを使うわ。監獄の花。究極の呪法、人間ごときに何度も使うことになるとは。
記憶エメントモリ。守るぞ。監獄の花フォース。イグニウス直伝熱流奥義知らぬい方グレンフォーカン。まだだ。貴様の肉体ごと破壊してやる。もう魔力ゼロだ。消えろ。けど俺も信じてる。ヒューマンゼロの波及。
やったな。いや、まだだ。 END を破壊しなきゃ。俺はそうだった、あの本取ってこいってイグニールに言われたんだった。悪いが破壊する。ふざけんなよてめえ。ふざけてんのはどっちだよ。こいつがタルタロスを作った、そしてゼレフ署の悪魔の頂点にいるやつだ。破壊できるうちに破壊しておくべきだろう。イグニールと約束したんだ、その本をよこせ。断る。なんだ、まさかフェイズが。まさか合わなかった。そんな、大陸中のフェイスが発動する。どうなるの。この大陸中の魔力が消える。魔法の世界の終わりの時。これはまだ始まりに過ぎ、魔法の消滅はやがて無のエネルギーとなり、 END が復活、最強のエーテリアスが復活するとき、人間どもには魔法という抗う術がなくなっている。諦めるな、人間たちよ。グランディーネ、ベタリカーだ。死んだはずのバイスロギアの気配を感じる。スキアドラムもいるのか。解放されしドラゴンがイシュガルの空を待っておる。こんな奇跡、すげえ。次々に消えていくドラゴンたちが。大陸中のフェイスを壊して。 END の復活は阻止された。我々の勝利だ。バイスロギアは生きていたのか。スキアドラムもメタリカーナもグランディーネも皆ドラゴンスレイヤーの体内にいた。秘術によって体内にて眠っていたというべきか。そうだ、そういやそれ聞いてなかったぞ。なんで体の中にいたんだよ。俺は食った覚えはねえぞ。それには二つの理由があった。一つはこやつ、アクマロギアのようにドラゴンスレイヤーの完全なる流化を防ぐため。もう一つはこいつを片付けてからだ。本を手に入れろ。こいつのことだろ、 END の仕事。グレイ、約束したんだ、必ず END を倒すと。消えた。この本は僕のものだ、返してもらうよ。大事な本なんだ。僕は今日君と決着をつけるつもりでいたんだ。ああ、だがアクノロギアという邪魔が入った。彼がもう一度歴史を終わらせるのか、奇跡が起こるのか、僕にはわからない。何言ってやがる。もしもこの絶望的な状況を生き残れたら、その時は僕がさらなる絶望を与えよう。
の野郎、本を持っていけやった。ゼレフ、夏、今のうちに言っておくことがある。イグニール、我々ドラゴンがドラゴンスレイヤーの体内にいたのには二つの理由があった。一つは話した通り、お前たちの流化を防ぎ抗体を作るため。それによってお前たちは今後流化する恐れはほぼなくなったと言っていい。今までいかなる時も姿を現さなかったのはこの抗体を作っていたからだ。そしてもう一つの理由は、我々の負の遺産アクノロギアをこの手で倒すため木を伺っていた。その話は後って言っただろう。待ってろイグニール、今火星に行くからな。してはならん、アクノロギア、やはり予想以上の強さ、巻き込まれるぞ。構わねえ、俺とイグニールが組めば無敵なんだ。俺はこの時を待っていた。アクノロギアをこの手で葬るこの瞬間を。過ごした日々が一番の幸せだった。人を愛する力をもらったんだ。破るなよ。俺ずっと探してたんだぞ。ジン、書けるようになったんだ。魔法ももっと使えるようになった。友達もいっぱいできたんだ。仕事もやってる。俺はもっと話がしたいよ。グランディーネ、サルルは一緒だったから。ありがとう、バイスロギア。スキアドラム、
にいる。泣くな夏。ほら、悲しい時はどうするんだ。教えただろう。うん、分かってる。じゃあやってみろ。立ち上がるんだ。俺はずっとお前と一緒にいる。今までもこれからもずっとだ。もっと見せてくれ、お前の成長を、お前の生きる姿を。ああ、俺はもっと生きていく。俺はもっと強くなる。俺がアクロロギアを倒してやるんだ。そうだ、未来を語れ。それが生きる力だ。ハッピー、貯金あといくらある？13万ジュエルだよ。少ねえな。あい、金庫盗まれなかったらいっぱいあったのに。お魚10年分くらい。まあ、なんとかなるか。はい。問題はこれだな。あの、グレイ様。ジュビア、お前つけてきたのかよ。ごめんなさい、ごめんなさい。ジュビア、どうしても言っておかなきゃならないことがあって。お父様を操っていたネクロマンサーを倒してしまったのはジュビアなんです。お前が？ジュビアはもうグレイ様を愛してはダメなんだと思ったんです。ジュビアはお父様を殺したんです。お前が。ありがとう。ごめん。ごめんな。グレイ様。暖かいです。EMD を倒す。はい。嫌な記憶を思い出してしまった。今頃震えが。裏切られ、騙され、集大を晒した。それでも私は人を信じていけるのだろうか。
お前なら大丈夫だ。大丈夫。お前は人の強さも弱さもよく知っている。前へ。光の道をただただ前へ。俺たちは闇の道を行く。ゼレフを倒すために。だがその道はいずれ交わることもあるかもしれない。その時は俺たちを消し去るくらいの輝きでいてほしい。進め、エルサ。震えが止まった。さては、夏とハッピーね。また、あたしの部屋に勝手に。あれ、手紙？うわ、何この汚い字。ハッピーと一緒に修行の旅に出る。1年くらいしたら戻るから、みんなによろしく伝えといてくれ。じゃあな、ルーシー。ナッツ&ハッピー。何よこれ。勝手に旅に出るとか何考えてるの。そんなことしたらね、そんなことしたら。寂しいじゃない、バカ。ガキどもは自らの道を選び歩いていく。これが一つの時代の終わりじゃ。フェアリーテイルを解散させる。羽ばたけ、ガキども。みんな、ごめんな。俺はもっともっと強くなって帰ってくるから。みんなを守るために。僕を超えてみるんだ、夏。いや、エーテリアス・夏・ドラグニル。